中央特殊武器防護隊は埼玉県埼玉市北区の大宮駐屯地に駐屯する陸上自衛隊陸上総隊直轄の隊 NBC 兵器専門の科学科部隊である陸上総隊直轄の機動運用部隊である平時東部方面隊直属で埼玉県埼玉市の大宮駐屯地に所在している前身は地下鉄サリン事件や 東海村 JC o 臨海事故で出動したことで知られる第101科学防護隊である。国内任務では方面隊を増援し、特殊武器つまり NBC 兵器によって汚染された地域の偵察及び除染を行う。NBC とはニュークリア、ビオ、ケミカルのことで核兵器、生物兵器、化学兵器の総称である。地下鉄、サリン事件以後、 現在に至るまで世界で唯一人口密集地での化学兵器テロに対応した経験を持つ。2011年3月の東北地方太平洋沖地震後に発生した福島第一原子力発電所事故において防衛省は中央特殊武器防護隊を現場に派遣した。隊員は鉛を服の前面に入れた放射線を防ぐ防護服を装備していたものの、 横方向からの放射線には弱く効果は限定的とされ、陸自は原子炉を冷却する地上での注水支援作業を取りやめることとなった。中央特殊部規防護隊の隊員が着用している科学防護医では高レベル放射線を防げないと判断したものとみられる。ありがとうございます。